フラフラ YouTube もフラフラです、はい、今回は、はい、イニシエの奈良2時間スペシャルということで、はい、法隆寺さんと、まあ、こちら平城宮地歴史公園と、はい、図書大寺世界遺産3連発、ね、盛り込みすぎだよ、すごかったですね。どれか一つでも全部2時間スペシャルできるやつをさ、そうそう、ね、3つも入れちゃうからもったいないね。だからフラフラだからフラフラ、ね、カットも多いんじゃないですか、もしかしたらね、あんなに撮っちゃったら、あ、分かんないな、マリコさんのこれもカットになる可能性あるからね、ね、せっかくがないないってバージョンありますかね。どれだけ照れくさそうだったか、本当恥ずかしそうでしたもんね。本当恥ずかしそうだった。慣れてますけどね、もう慣れましたか。はい、着物より楽ですね。楽、もう馴染んできた。馴染んできました。あ、そうだ、じゃあよかった。天平の天平の人になってきた、はい、国宝だけど法隆寺、なんと法隆寺130世ご住職ご案内いただきました。そうですね、案内してくれる方がね、古谷館長、法隆寺のトップ、はい、絶対入れないような場所も入れさせてもらえたし、法隆寺の近藤に入れていただきましたよ、ね、やっぱああいうとこ入ると音声の音声も乱れんですね。なんかちょっとしたこの霊現象というか、マイクにな、マイクに異常が出たよね。異常がやっぱ出るんです。一番やっぱそういうの感じやすい人の、ね、あれやっぱりそういうことだったの。そういうことでしょ。そうなんですかね。そうでしょ、多分絶対そうよ。あ、そこはもう、ま、満足でしょう。絶対入れないとこ入ったんだから、ね、建物から中まで全部国宝なんだもん。全部そう、ね、うん、すごかったな。すごかった、はい、そしてこちらね、はい、今だまだこの開発が復元作業が進む平城宮地歴史公園、ね、意外に知らなかったでしょ。知らない、あの通ってね、ことあとはでかいの作ってんなと思ったけど、すごいプロジェクトだよね。まずあの近鉄を迂回させるってできんのかよって思うんだけどね。それがどれぐらいかかるかでしょうね、うん、あ、さあ、そして大きな仏像がたくさんありました。建物もどしっとしておりました。東照大寺ですね。東照大寺はやっぱもうあの大きい3体がもうすごいからね。ね、千本手のある千手観音、ちゃんとね、分解したやつもあってさ、戦隊仏の後輩があるルシャダ仏とね、あ、どしっと迫力ありました。あ、ブラブラ美術博物館国宝だらけの7時間スペシャルは火曜日夜8時から放送です。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。